S2011 S とは、キュビワの属の太陽系外縁天体である 2001QW322 の衛星である。質量の等しい連星が、十字で示された、連星系全体の重心を楕円軌道で公点する、アニメーション。2001QW322 と S2011 は、この関係に極めて近いと推定されている。S2011 は、 口述する通り主星である 219W322 と絶対等級の値がほぼ等しく直径や質量もほぼ同じであると推定されている。このため両者は主星と万星の関係というよりは二重小惑星に近い性質を持つ。通常我々がイメージする主星と衛星の関係は地球と月のような主星を中心に周辺を衛星が好転するようなものである。しかし、 S2011 と 2019W322 の場合は互いの質量がほぼ等しいため、連星系の共通重心は両者の間のほぼ中央に存在し、互いにこの共通重心を中心に交点する。また S2011 の軌道は、離心率が約0.246というかなり歪んだ楕円軌道であり、冥王星とカロンの関係とも異なり、 互いの軌道が交差していると考えられる。S2011 の共通重心からの軌道長半径は約10万 1500km と推定されている。これは知られている中で主星から最も離れた位置にある小惑星の衛星である。この値は地球の月の軌道長半径の約1、4倍もある。離心率は約0.46もあるため最も近づく時には 約5万5千キロメートル最も離れた時には約14万8千キロメートルになる。これほど離れているため、光点には約17年かかると推定されている。この値は太陽系の衛星の中ではいずれも海洋星の衛星であるね。その約26.7年、草まての約24.8年に次いで長い値である。極めて長大かつ歪んだ軌道でありながら、 2001-QW322 の太陽に対する光天軌道が微信率約0.025と極めて遠軌道に近く周辺にも軌道を乱すような天体が存在しないため2億6000万年から2億7000万年もの間この二重小惑星は安定して存在すると考えられている S-2011 の絶対等級は約7.77であり 2019W322 よりも0.03小さい。アルベドが0.093の場合、直径は約 126km となる。これは 219W322 の約98.4%の直径である。質量は高転周期から求まり、S2011 と 219W322 の合計は約2 1 5 0 1キログラムと、 推定される。このうち S2011 の質量は約1 0 2 5キ1 8 k g と推定される。また平均密度は約 1.08g 毎立方センチメートルである。S2011 の平均表面温度は低、摂氏233度と推定される。S2011 は 219W322 と 共に2001年8月24日に発見された。小惑星の衛星の多くは、主星と近い位置にあるため、解像度が上がるまで衛星があることがわからない場合が多いが、S-2011 の場合は 219W322 からかなり離れた位置にあるため、二重星として同時に発見されることになった。S-2011 という名称は仮符号であり、S は サテライトの頭文字、次の2001は、発見年、括弧内は主星である 219W322、最後の1はその年に発見された1個目の衛星であることを示している。仮に 219W322 に小惑星番号が与えられれば、括弧内は小惑星番号に置き換わる。厳密に言えば、どの主星と衛星も共通重心を中心に公転している。 しかし、衛星が主星と比べて無視できる程度に質量が小さい場合、共通重心は主星の天体内部に存在するため、主星を中心に衛星が交点しているように見える。この場合は共通重心を中心に同心円が重なるような関係となる。衛星の交点周期は連星系の合計質量に依存する。ネッソヤップ様マは 219W320 により、 はるかに重い海洋性を公転しているため、S-2011 よりも、はるかに離れた軌道を公転している。これより、後の推定値は、S-2011 が直径 126km のまだまだの天体であると仮定した場合である。ABCDEFGHIJKLMNOPQRST キャラクタライゼーションオブセブン、ウルトラワイドトランス。 ネプトゥーニアンバインディスアーカイブ、ハット ABCDMPEC2001V34 マイナープラネットセンター、ハット ABCDEFGHIJKLM、n o p q r 2 0 0 1 q w 3 2 2ジョンストン、S アーカイブハット ABCD プラネット、イーキリブリアムテンパチャーヘック、カルキアレイターズ、ハットプラネタリーサテライトミーンオービタルパラメーターズ、ジェットシステムダイナミクス、 HatABJPL Small Body Database Browser